ち初代が病気になり子猫を用意なんかでもあの猫のチャンネルその猫ちゃんとかワンちゃん死んじゃったらどうするんだろうねどうするの死んじゃったら犬猫が <laughs> 持ち丸のおい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 またお前なんか ネット界隈が燃えてんじゃねえかよ。どれ、俺がちょっと一丁つ,つまんでやるか。えー、っと、餅丸日記。まるの病気報告の直後に子猫紹介。次を用意してる感じときが。い <laughs> 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 猫の餅丸に、肝、肝血栓。あ、今病気立なっちゃったんや、まるち,ちゃん。あんなに可愛いのに。 登録者数190万人を誇る猫系 YouTube チャンネルまる日記しかしここ最近登録されたが視聴者へブルーブスクラーの反感を買ってしまったまず注目を集めたのは8月9日に登録されたもち様の肝臓についてほうほうほうえっと病気でレントゲン撮ってもらったところ猫のまるに関係性があると発,見し発掘された え、ただ、血栓は極めて小さく、特別処置をする必要もない。そして、もち様の肝臓についての動画から、4日経過して8月13日、サブチャンネル、もち様の部屋に、初めて来た、初めて家に来た生後2ヶ月の子猫がかわいすぎた。<laughs> <laughs> さらに、14日には、ルマ編。15日は麦丸。<laughs> ちょっと待って、さ、3匹も増やしたん。3匹も増やしたんや、もち丸の代わり。 もう誰が死んでもええようにしてるやん。モチ様の肝臓についてという不穏な動画が投稿された正午、新たな猫が登場するという展開に途上では、モチマルの病気で、モチマルの兄弟が緊急登場するのは悲しすぎる。次を用意してる感じは嫌だ。先日病気になったという動画言ってたからもう次の猫。なんというかもう怖すぎる。モチマルの暴気を発覚してすぐ新しい猫みたいに思えて震えた。金の匂いがどんどん強くなってきてる見るのやめたけど,どう、病気か。かわいそうに猫に罪はない。 多くの人が勘違いしていますが、あ小豆、ルマ、マ、麦丸の三匹は、もち丸の飼い主の友人たちに引き取られていった子猫、もち丸の師弟、姉妹にあたる猫で、以前からメインチャンネルについても存在について研究された三匹がそれぞれの家に向く初めて迎えられたサル動画、下は4ヶ月も投稿なかったサブちゃんが、もち丸の病気発覚後に動き出したさらに子猫を消化しているということで物議を醸している。 あじゃあ別にこの餅丸の餅さんの猫じゃないんだへえー、いやさすがに餅ち丸ちゃんが死んじゃったらねもうチャンネル消してほしいわ <laughs> いやまあこれが食いぶちになっちゃってるからまあしょうがないんだろうけどな なんかいやだからね、いやその別にやそれはもう何でも、ペットを知らせるのは何でもいいと思うけど、ごめん、やっぱ俺犬,犬猫とか,なんかペットを出しにみたいなのだけはちょっと俺もう無理だ。うん。え,え、まあ十分勝てただろうしね。いいじゃんとは、なんか余生をなんかね、あれし、トレージなんか、その、 いやだから俺がそのペットマジで、もその俺ハムスターとかもさ買ってた時に言っ,言ったじゃんそのもう半年買ってから半年か1年ぐらい経ってからやっとその動画に出したからうーんまあ彼の匂いっていうかまあまあまあでもなんかそれぞれ人それぞれ事情があるからね一概には言えないですけど